大好きなお母さん、お元気ですか？お母さんの手紙を読むことは、私にとって幸せな時間です。日本の人はまだ私を中国人とみなします。残留孤児って知ってますか？我们在找一个叫陈丽华的残留孤儿，这位是她的养母。おばさんは奈良県の人で、ただここ数年は音沙汰がなくて。私たち日本の名前は知らないんです。奈良有六个左右一代归国者。没听说有姓陈的。多分私、会ったことあると思うよ。あんたらがね、探してる人。在增城那边有一个一代遗孤，所以说情况和你们描述的很像。言葉の壁を越えて不思議な縁で結ばれた3人。果たしてチンばあちゃんは愛する娘との再会を果たせるのか。秋の奈良を舞台に綴る日中の国境を越えた家族の絆の物語。私は日本で元気にしていますので安心してください。再会の奈良。